佐々木正隆から1922年8月9日は、日本の剣術家。流派は、水府流。称号は大日本武徳会剣道藩士、日立国水戸に生まれる。佐々木家の先祖は、水戸藩、第二代藩主、徳川光国の側室に上がっており、三国直筆の手紙を掛け軸にしたものが伝わっていた。正隆の父は、周五郎正明といい、母は、 水戸藩旧術師藩、ぬかた九右衛門広明の娘であった。正隆は二歳の時父と死別し、おじの軍八郎昭治に養育された。昭治は無念流剣術の師藩役であり、正隆は幼少より同流の手ほどきを受けた。1867年、水不流の都島玄路城に入門。1874年には東京に出て、 自家新家流の坂木原鍵吉に入門し、それぞれ剣術を修行した。地元水戸東武間では、内藤隆門角田正と共に稽古した。1876年、警視庁に報職。翌1877年、西南戦争に従軍し各地を転戦する。戦後、警視庁激犬世話係を務め、1894年には、 朝鮮の交互の汚名戦争に出役し、居留民守備に当たった。後に、鹿児島に移住し、1911年には第2本、武徳会九州地方の代表として第2本、帝国剣道系制定の委員を務めた。ここに、佐々木末国がいる。ありがとうございます。